ブッシュネルのタートル潜水艇の図デビッド・ブッシュネルはアメリカ独立戦争頃に活躍したアメリカ合衆国の発明家コネチカット州セイブルック出身1775年イエール大学在学中戦闘に使われた世界初の潜水艇を作ったことで知られている水中での見た目が亀のようだったためタートル号と名付けた バラストとして水を使うアイデアを考案し、その潜水、浮上方式は現代の潜水艦でも使われている。また、スクルーによる推進を世界で初めて使った。イエール大学在学中、火薬が水中でも爆発することを証明した。また、世界初の次元爆弾も作っている。これを1777年には鉱山での葉っぱに使った。 1776年夏、その爆弾を使い、ニューヨーク港を封鎖していた、イギリスの艦船の船体に穴を開けて、爆弾を仕掛けようとした。しかしそれら艦船は、全民地である、カリブ海の寄生生物から船内を守るために、外殻の内側に金属板を張っていたため、ブッシュネルの試みは、失敗に終わった。その後、タートル潜水艇を製作した。タートルは、 最終的には沈没している。1781年7月8日、公平及び地雷公平の遺憾に昇進。後にフランスに旅行し、最終的にジョージア州ウォーレントンに定住した。ウォーレントンではウォーレントンアカデミーで教え、医療も行った。1824年に亡くなったが、その直前にジョージワシントンから勲章を授与された。 プッシュネルの潜水艇の複製モデルは、コネチカット州クロトンの US ネイビーサブマリンホースミュージアムライブラリーに展示されている。ありがとうございます。